のキーホルダーね。お、なんだ葉っぱか。それのどこが牛に見えるんだ。よし、新副委員長しっかりメモ取ってるな。俺はメモしそびれても大丈夫だね。こらこら、お前もメモするんだよ。心読まんでください。って今返事したよな。あ、佐々木先輩とクレサは？みゃーちゃん、みゃーちゃんいい子。そういうのはいらないです。なんか落ちてんのか。うわ、びっくりした。小笠原、みゃーちゃんびっくりさせるな。だから怖えって。その猫捕まえてくれ。はぁ、先輩ナイスキャッチです。ほら、ダメだよこれは。恥ずかしいんで。佐々木先輩とのことどこまで分かってるんだろう、クレサは。彼女持ち、侮れない。先輩数学得意って聞いたからさ、ちょっと教えてもらってた。そうっすよね先輩。クレサワって数学点数良かったと思ったけど、先輩それ以上だったんですね。なんだけど無事に解決できたし、久しぶりに困った生徒会長の顔が見れて面白かったよ。面白かったのか。すげえ久しぶりに飲んだ。なんだよその顔、お前が飲んでいいって。別に、平野さんの鈍感は。この前ミヤちゃんが貸してくれた警察学校が舞台の漫画でも言ってたよね。はい、他の人が調べたと言っても必ず自分の目で確かめる。目が変われば新しい見方が出てきて何か手がかりが出てくるかもしれないですよね。うん。したら平野さんが見えたから思わず引っ張っちゃった。お前はボールに飛びつく犬か何かか。買いたい？